種目鳥は、ベリカン目種目鳥科か種目鳥族属に分類される、鳥類。本種のみで種目鳥科か種目鳥族属を形成する。アンゴラ、イエメン、ウガンダ、エチオピア、ガンビア、エリトリア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、 ジンバブエ、スーダン、スワジランド、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ共和国、南アフリカ共和国、モザンビーク、ルワンダ、レソトサハラ砂漠以南のアフリカ全土、マダガスカル、アラビア半島西南部に分布する。 全長58センチメートル。全身は褐色の羽毛で覆われる。後頭部の羽毛は伸長しており、まっすぐに伸びたくちばしと合わせて頭部がハンマーのように見えることが和名や英名の由来。くちばしと後足の色彩は黒い。後には部分的に水かきがある。草原や水辺などに生息する。浮きにできた水たまりに飛来することもある。植生は 動物食で魚類、両生類、昆虫類などを食べる。菜食は主に明け方と夕方に行う。繁殖形態は卵生。繁殖期は地方によって異なり、ナイジェリアでは1の4月、南アフリカでは7の1月である。樹上に木の枝などを泥で固めて、布や骨などで装飾したドーム状の大型の巣を私有共同で作る。巣を作るのに30から40日かかる。 通常2から3個の巣を作りそのうちの一つを繁殖やねぐらに使用する。また、一度使った巣は数年間使用する。1回に3から7個の卵を産む。私有交代で放卵を行い、放卵期間は約30日。私有で育成を行う。ヒナは孵化してから約1ヶ月で巣立つ。以下の二ア種に分類される。民家の近くでゴミを漁ることもある。 人をあまり恐れない。生息地では本種を殺すと不幸が訪れると信じられている。ありがとうございます。